的是乌克丽丽的版本。はい、ありがとうございます。最後の一曲ということでございます。接下来是今天最后一首歌。はい、これは、はい、宇宙ディナーという歌名ですね。这一首歌的名字叫做宇宙晚餐。最後に、猫のテーマになってるのは。猫さん、今日ここにもあの可愛い猫さんがいますよね。就是主题都是跟猫咪相关的，就像我们刚刚在店里面也看到，就是很可爱的店猫皮皮。猫さんはやっぱりいてくれるだけで幸せにしてくれますよね。そういう歌です。就是这首歌的感觉是，只要猫咪来，就是一定会带来幸福的这种感觉。ということで、宇宙ディナーというのは。何年かに1回しか会えない友達とまた会えたという喜びをテーマにした歌です。所以宇宙晚餐的话是说好像很久没有见面的朋友大家就是久久然后可以再见一次这种心里面很开心的感觉。はい、では宇宙ディナーという歌。流れるのを少し休む
宇宙よい今度会えるのは300万年後涙も酔いもほろ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 また会おう先生にありがとうございました、ペペスライドショー&ミュージックライブショーはこれにて終わります。谢谢谢谢大家 ペペさんの那个ライブショー就到这里结束今日はフォローカフさん、スタッフの皆さんありがとうございます。もしかしたら夏にこちらで私と絵の作品展の企画が今上がってます。まだ詳しいことは決まってませんけど就是非常感谢今天的工作人员，那还有就是在场的大家。那如果就是现在还在企划中，就是详细的情况还不是很确定。不过如果顺利的话，今年的暑假佩佩上的画作会在这个地方展出。はい、で、ちょ夏にあの台湾の出版社から台湾で一番大きいのかな何し大きい会社のから私の絵と詩の本が実は出るんですね。それも一緒に合わせて。就是暑假夏天的时候，夏天的时候就是有几个台湾比较大的出版社现在在跟佩佩桑洽谈中，就是会出版他的画作跟诗作，所以请大家就是期待。はい、ということでこれを最後に CD の後ろにジャケットにはゴールドディスクキャットということでですね。ゴールドディスクたくさん CD が売れて。次 の, あの CD ができますようにという願いを込めて。这个是在那个佩佩上这一张 CD 的背面封底的部分的一张图。那看到的这一张图的意思有就是有点招财猫的意思，希望这张 CD 可以卖得很好，然后有下一张 CD 的这个作品这样子。はい、ありがとうございます。今日本当ありがとうございます。谢谢你，ありがとうございます。谢谢你，谢谢你，谢谢你，ありがとうございました。